ございます。今から清明神社っていうところに行ってみたいと思います。ですね、前回の動画で紹介した一条戻り橋にいてるんですけれども、このここから清明神社までは歩いて2分3分かかるかかからないかぐらいなんです。堀川沿いにあって、もう目と鼻の先ですね。清明神社っていうのは平安時代の有名な陰陽師であった安倍晴明が祀られている神社で、戦後年に安倍晴明が亡くなった時に、当時天皇であった一条天皇が安倍晴明の偉業を称えて作ったとされている神社です。一条戻り橋のたもとにあった安倍晴明の屋敷跡に創建されたということです。当時の清明神社の境内はとても広大な面積を誇っていましたが、度重なる戦火、それとあと豊臣秀吉が行った、都市整備などで、規模は少しずつ縮小して、清明神社の社殿も荒れ果ててしまったと。で、幕末以降に整備し直して創建当時よりも規模は小さくなったんですけど、また綺麗になって、で戦後、1950年ですね、堀川通り沿いに面するように境内が少しだけ拡張されたんですね。で平成になってから陰陽師安倍晴明っていうのは小説とか映画とかで注目を浴びて、で、瞬く間に全国に広がって有名になったというような形ですね。はい、清明神社に着きました。ここですね、これ、入り口からちょっと特徴的なんですけれども、どこがっていうと、この一の鳥居の額なんですよね。通常神社の名前とか祀られている神様の名前を掲げることが多いんですけれども、ここの神社は珍しく一の鳥居の額には清明桔梗、御坊星とも呼ばれる社紋が掲げられているんですね。この門は清明が陰陽道に使うされている祈祷寺符の一つだそうです。では早速ちょっと入ってみましょうか。入り口入ってすぐのところ、こちら前回の動画で紹介させていただいた一条戻り橋のミニチュア版です。平成7年に架け替えられる前の橋で、実際使われてた欄干の親柱を使って再現されてるっていうことです。実際の部材を使ってるんでね、これも分身ですよ。この横にある石像が式神です。式神は陰陽師が使う精霊で、人の目には見えないそうです。で、清明の奥さんが、もうこの式神も怖いからやめて、もうどっかあっちやってって言うてたから、もうそれで普段はもうこの一条戻り橋のこの下に封じてたわけです。ミニチュア版もちょっと渡ってみたいと思います。可愛らしいですね。もう一瞬で渡りきりました。はい、では二の鳥居をくぐって、本殿がある境内の方へ向かいたいと思います。鳥居の左右に提灯があって、それぞれ御坊星が描かれているんですけれども、右が赤、左が黒で、これ色別になっているのは何か意味があるんでしょうか。ちょっと私では分からなかったです。二の鳥居を入ってすぐ左は受容所ですね。ここは右手には手水屋がありますね。まあ、ここでちょっと汚れを洗い流しましょう。とても清潔で綺麗にされてますね。この手水屋は管理が行き届いてます。はい、で向かって正面一番奥ですね、こちらが清明神社の本殿ですね。その本殿の右手には御神木があります。これがね、樹齢推定300年のクスノキなんですね。クスノキはかつて、虫除けなどに使われる樟脳の原料だったそうです。でね、この御神木はね、直接手で触れてみてくださいっていうことなんで、私もこの後触れてみたんですけれども、もうこれはね、すごいパワーを感じました。これこそパワースポットだと思います。周りに人がいなかったらね、もう両手を広げて抱きつきたかったです。見えてるのがね、これ厄除け桃で、陰陽道では
桃は魔除け、厄除けの果物と言われてて、なんかね、昔話の桃太郎もこれに由来するものだと言われております。出ました、安倍の生命の銅像。この神社が所有する安倍の生命公の肖像画をもとになんか作成されたようですよ。で、これはね、天体観測をしている様子を表しているそうです。絵馬も特徴的ですね。やっぱりこの五芒星、生命気境がモチーフになってるんですね。でここからちょっと壁沿いにはこう絵と説明が書きがされていって、ぐるりと境内の様子を見渡すとこんな感じですね。まあまあそんなに大きくもなく、まあ、小さくもないんですけれども、こういう感じの境内です。せっかくなんで私もね、参拝はしておきました。この今の本殿自体は明治の38年に建てられたそうですよ。あと一つちょっと紹介忘れてたっていうわけじゃないんですけれども、これ必ず行ったらこれ見てほしいものがあるんですけれども、先ほどのこの手水屋の横にあるんですけど、これ生命の移動って言って、これ絶対見てほしいんですよ。生命が念力によってこう地下からこう湧き出させた井戸らしくて、病気併癒の御利益があるとされているそうです。で私が行った時はちょっと水出てなかったんですけれども、これ現在でもこう湧き出てる水があるそうで、出てる時は飲んでもいいそうです。上部は五芒星のマークで、真ん中からこう水が湧き出るそうなんですけれども、それがこう一箇所からこう滴り落ちる部分があるんですけれども、その滴り落ちるこの部分の方向っていうのが毎年恵方の方向を向いているそうで、吉祥の水が得られると。で、これは立春の日にその向きを変えるそうです。この神社全体がパワースポットなんですけれども、さっきの御神木もそうですし、この生命の色もこれもかなりのパワースポットなんで、これもぜひ見ていってほしいです。今回の動画いかがでしたでしょうか。前回の動画の一条戻り橋から続いて、この生命神社、陰陽師安倍の生命、天皇に仕える身分として学術と占いを駆使して様々な現象を検証解決する立場だったみたいなんですけれども、今ではね、日常のほとんどのことが科学で解明されていて、普段生活している中ではね、不思議なことに巡り合うことは稀なんですけれども、かつてのこの時代は今とは違ったんじゃないですかね。陰陽道っていうのは当時の最先端の学術であり科学であったんじゃないですかね。で平安時代、陰陽道の最盛期に安倍の生命が登場して、ある意味この国の方向性を決めてた一人だったのかもしれないですよね。歴史にはロマンがありますね。最後までご視聴ありがとうございました。